ヤブカラスティック、はい、やっておりましたですね、先週はね、はい、ファッションについていろいろ話しましたけれども、はい、よくね、そうですね、5、6ぐらい若く言われるかな、ちょっと私はね、はいはい、でも別にそんなに今の若い子はこう肌のなんていうの手入れっていうのは非常にやってるけど、はい、僕らの時代ってそんなになかったからね。いや、なかったですよ、うん、だって私化粧水をつけるなんていうことはやらなかったです、ね。じゃあ何あれはひげ剃った時の後は何してた？何もしなかったです。何もクリームもつけなかった。クリームもつけなかった。だからルーさんはそういう意味じゃやっぱり育ちのいい方だから、いやいやいや、そういうことをね、うん、ちゃんとアメニティを持ってるじゃん。いや、アメニティってほどのことでもないんだけど、はい、私はもう本当30ぐらいな、30ちょっと手前かなぐらいになってから。じゃあ全然なんかカミソリでやってそのままほっといてたの？あの電気シェーバーだったんですよ。ああ、でもそのままですよ。なるほど。冬なんかもうカチカチしちゃって、うん、そうでしょ。まあ今マスクしてるから、はい、ここら辺ただれる人が多いじゃない、はい、うん、だけど私は そうでもないんだけど、うん、アフターシェーブはまあアフターシェーブ資生堂のアフターシェードも使ったりしますけど、はい、あれなんつったっけ、あれシーブリーズシーブリーズを使ってます。これはね、マネージ、つまり結婚した時に、はい、ワイフがシーブリーズいいわよって言われて、でじゃあひげ剃りあとシーブリーズ使おうかっつって、もうずっとシーブリーズ、あともちろんアフターシェードもローションもあるんだけど、はいはい、資生堂のね、それを使ってますね。それとあとやっぱりその冬だとか肌荒れとか、もうだんだん年になってるからやっぱり乾燥肌になるとカサカサになるじゃない、はいはい、だからそうですね、必ず私は持って歩くんですけど、ニベアのね、はい、クリーム、なるほど、これをちょっと塗ったりします。なるほどな、うん、髪の毛ルーさん染めてないんですよ、ね、染めてないのよ今まで一度もね、まあね、随分ね薄くなったけどね、うんうん、まあ67だっけ、はい、だけど、まあ、全然ブラック、まあ、このね、こめかみのところはねちょっと白くなったりしてますけど、はい、だけどカットするときに「ルーさん全然白髪ないですね」ってね、美容院の人に言われるけど、でもね、はい、面白いことにね、私すごく仲のいいフレンドが、まあ、学生時代から6人ぐらいいるんだけど、はい、みんな毛があるんだ。だけど白髪になってる。ああ、そうだな、うん、ホワイトになってる部屋が、うん、だから全然私は染めたことはない。ねえ、でももうこれって、うん、なんかやってるんですか、なんか頭皮のマッサージとか。要するに、頭皮のマッサージっていうのはやらないけど、トニックシャンプーやって、あ、うん、それと育毛トニックっていうのがあるんだよ。今はでもあれチャップアップ使ってる。チャップアップ使ってる。ごめんなさい。今先日から広告でお世話になって。だからそう、ね、ですからそれでいただいたんで、はい、チャップアップはするんだけど、あれだとこうマッサージ してると髪が少し入るっていう話なんで、はいね、今やってます。なんか予防にもいいっていう話だから、うん、そうそうそう、まあまあね。うん、いいですよね。そうですね。あとサプリメントも、ね、ああそうそうそう、いただいたから飲んでみてね。はい。ルー大芝チャンネル。やっぱり DNA なんですかね。何が？白髪がなるかならないかっていうのはね。うん、いやね、うちのね母方の僕のおじいさんは、はいはい、白髪になってたよ。で、あと父方のおじいさんも白髪だったな。ただハゲてはいなかった。なんかでも頭は母方のお父さん、うん、つまりおじいちゃん、そうそう、母方のおじいちゃんの覚醒遺伝と言いますよね。そう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 、ね、うん、僕もだからそこもあるとおじいちゃんは73で亡くなっちゃいましたけど、うん、あ、会ったことあるの？うん、あります。子供の時に一緒に住んでましたから。あ、そう、その時何知らないんじゃなかった？よく覚えてないんですけど、でも、うん、でもあんなに変な話、はい、ハゲてもいないし毛はいっぱいあって、毛はありましたね毛はいっぱいあったって。あ、そう、もうだから私ももうね49ですけど一回も白髪染めたことないんで。それそうなのよ、はあ、それで、はあ、僕最初増田君が私とタッグ組んで、はあ、仕事やるっていう話でファーストタイム会った時に、はあ、ベッカムみたいな、はい、なんかこう刈り上げでここもなんかこうマウンテンになってるような
きっぱり坊やだったんですよ。あ、で、まあ、ね、うん、でその時にパッと見たら、はいはい、結構好きで、まあ、カットしてあるから、はい、あれなんだけど、あ、この人もしかしたら10年ぐらいしたらハゲるかなと思ってた。あ、そんなこと思ってたんだね。俺は思ってたのよ、でもそれは言わなかったけど、はいはい、それがね、うん、皆さん聞いてください、はい、もう何年月15年ぐらいになる。そうですね、うん、もうそんななっちゃうんだけど、はい、少しこういうちょっとまあマッシュルームカット、はい、ビートルズみたいなのにして しだしたんだけど、はい、髪の毛の量が多い。なんかね、うん、マーグル太いんですよね、うん、髪の毛がやっぱり、うん、うちの家系っていうか母方。あ、じゃあね、はい、太いんだったら剥げないよ、はい、なんかそう言いますね。うん、細いと、はい、あれだよね、うん、まあでも白髪はね、まあ、めくったらもう、うん、ありますけどね、うん、まあでもこうやってパッと見た目にはまだわからないぐらいなんですね、うん、で、はい、私も化粧水、うん、いつもちゃんと塗って、はい、でクリーム、うん、ニベアも塗ってやってるんですけど、やっぱり大事ですよね。それはやっぱり大事だと思いますよ、はい、お風呂上がりのね、うん、毎日やるっていう、僕まあ朝晩やりますけど、こうちゃんと塗って、でもいや安い化粧水ですよ、うん、私が使ってるのは、うん、でも安いのにも大量に使うといいっていう説もあるので、うん、もちろん高いものの方がいいと思うんですけど、いや僕もどっちかっていうと、はいはい、高いのは、うん、あんまり使わないですね。だって毎日使うもんだから、うん、化粧水塗って、うん、でクリーム塗ってこう、うん、一応閉じ込めるっていう、そうそうそう、全然違いますね。違いますよ、うん、ね、だから男性の皆さん、まだやってらっしゃらない方、特に若い方、うん、今からやっといたら我々ぐらいの年齢になった時に確実に差が出ますから。全然違うと思います。僕もやり始めたのが28ぐらいから で、うんうんうん、でやっぱり今はね、うん、まあまあキープできてますから、うん、肌ってね、はい、であと手だとか、はい、そういうのっていうのは、はい、いろいろなケアしても、はい、手っていうのは、やっぱりね、はい、年が現れるって言いますよね。ルーさんね、うん、僕それに聞いて、うん、お湯で手洗うじゃないですか、うんうん、でお湯洗うとやっぱオイルが落ちてしまって、うん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 、手の必要な手の油まで、うん、だから僕冬でも茶碗を洗うとき必ず水使うんですよ、うん、水で、そうするとやっぱ全然手荒れしないです。あ、ただあまりにも冷たいと今度は赤切れしちゃいますけど、ね、そうそう、ずっとやりすぎちゃう。私もね、水よ、水で茶碗洗ったり、お、うん、するときは、はい、うん、ね、大体はワイフもやってくれてますけどね、うん、だからやっぱ、ね、女性の皆さんやっぱ、ね、そうそう、やられるから大変だから必ずやっぱりみんなクリーム使わないとダメですね、うん、旦那様方、うん、食洗機をね、うん、もし購入できるあれだったら、やっぱり食洗機は結構、私も昔やると、うんうん、食洗機欲しいって言われたから、なるほどなってやっぱ思います ね。でもあれだし、時間もね、短縮できるから、結構いいですね、食洗機は、はい。はい。それじゃあ、See you! チャンネル登録、Please! NEXT 動画も Together しようぜ。